はい、皆さんこんにちは。登山大好き林木です。このチャンネルでは登山やギア紹介、山飯などの情報をお届けしておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録していただければと思います。今回はですね、三重県の鈴鹿山脈の、三池岳に登ろうと思ってやってまいりました。天気予報はね、もう快晴で、登山指数も A ということで張り切ってやってきたんですけども、ご覧の通り雨模様と、全く天気予報外れてしまいました。ただね、登山口へ向かうこの、道路なんですけども、道路沿いにね、桜がね、咲いていて、とってもね、なんか綺麗で印象的なんですよね。一旦ね、登山口まで、向かってですね、様子を伺って、雨がね、止まなかったらちょっとね、どうしようか考えてみたいと思います。三池岳のね、登山口には他にもね、雨上がり待ちのね、ハイカーの方が見えて、いろいろね、雑談なんかしたりして、雨上がり待ってるんですよなんて話をしてたんですけども、1時間ほどね、ちょっと待ってみたんですけど、一向に雨の上がる気配なかったもんですからね、もう急遽ね、三池岳は諦めてですね、帰り沿いのね、多度山にね、急遽変更しまして、こちらもね、国天然指定記念物犬梨がね、今見頃を迎えているということで、急遽ねこちらに変更して、やってまいりました。多度橋駐車場ですね、こちらね、今朝9時ちょっと前ぐらいなんですけども、この時間帯でもね、十分駐車スペースあるので、駐車場広くてね、本当に助かりますよね。それでは今回のコース紹介です。多度橋駐車場を出発して南側の林道を通って犬梨自生地に向かいます。そして瀬音の森コースで、途中、尾根コースを通ってですね、黒石、327m のピークを踏んで、養老山脈の縦走コースに入りまして、美濃松山まで向かいます。美濃松山まで行ったら戻ってきてですね、多度山に向かいまして、見客コースで、下ります。そして多度大社を経由して、多度橋駐車場に戻ってくる距離 12km、 6時間の参考になります。本来ね、多度橋はこの道をねまっすぐ行くんですけども、犬梨の自生地はね、この左の方なので、多度橋の方には向かわずにね、犬梨自生地に、近いルートで、向かっていきたいと思います。以前の動画でね、ご紹介した、三ツ俣群生地の坂本棚田にもね、こういった獣害防止策がありましたけども、多度山もね、こういった獣害防止策が設けられていますね。多度山はですね、犬梨、三重県でよく言われる犬梨という名前のね、花なんですけども、こちらがね、国指定天然記念物の、花でして、群生しているということで、とってもね楽しみに、見に来ました。和名はね、一般的には、犬梨ではなくて豆梨というね名前で呼ばれているそうですね。とにかくね、池のね周りに、真っ白のね、犬梨が群生しているということで、とてもね楽しみです。実はね、本当は今日鈴鹿のね、三池岳に登ろうかなと思ってたんですけど、なんとね、登山天気の予報が見事に外れました。晴れ予報だったのがね、現地到着したらね、思いっきり雨が降ってました。いや、曇りならまだしもね、雨ってどうよって感じで、もうね、ちょっと三池岳のルートも若干リスキーなルートだったりするので、今回はね、残念ながら、登るのを諦めましたけど、またね、三池岳はまた次回チャンスがあれば登りたいなと思ってます。今回はね、せっかく犬梨を見に行きましたんで、犬梨をね満喫していきたいと思います。緑ヶ池に着きました。犬梨自生地はね、この緑ヶ池の対岸になりますね。樹林帯を、通って、自生地に向かいたいと思います。
犬なしという呼称はですね、実は三重県のみで、呼ばれている呼称でして、正式名称はね、豆なしになりますね。日本で自生しているのは三重と愛知と岐阜のね、3県だけになりまして、まあ、中でも、最大級なのがこの多度ということになりますね。犬なしはですね、バラ科のなし属で落葉小高木になりますね。木の高さは8メートルから10メートル。開花時期は4月。直径 2.5 センチほどの桜に似た白い花をつけます。2010年8月5日に国の天然記念物に指定されており、絶滅危惧種 IB 類として登録されております。いやなかなかね、貴重な、植物をね、観察することができて大満足ですね。まあ、三池だけはね、雨で残念でしたけど、こちらにしてね、良かったんじゃないですかね。じゃあそれではね、瀬尾戸の森コースに復帰したいと思います。マップを見るとですね、ルートから若干外れたところに小ピークがあるので、もしかしたらね、眺望があるかもしれないので、登ってみたいと思います。登ってみましたけど、なんかね、木が茂っていて眺望がねいまいちですね。まあ、確かにこのポイントなんですけどね。これはね、外れピークですかね。先ほどの小ピークからですね、瀬尾戸の森コースまでは60メーターほど、下りますね。結構な、落差があるのでちょっとびっくりしました。やっぱり瀬尾戸の森コースから犬なしを見に行くとですね、この登り返しがあるので結構大変ですよね。やっぱり先にね、犬なしを見てから、瀬尾戸の森コースにね、復帰した方が、まあ、ルート的にはね、楽なルートになるかなと思いますね。実はこのね、瀬尾戸の森コースは多度山トレラン大会のコースにもなっているんですよね。明日トレラン大会が開催される予定になってまして、今日はね、前日ということで、練習されている方もね、結構多くいらっしゃいました。多度川のね、河原に、降りれる道を発見したので、ちょっとね、降りてみましょうか。さあここからね、瀬尾戸の森コースの沢沿いをね離れまして、養老山脈のね尾根に向けた、登りが始まりますね。瀬尾戸の森と尾根コースの分岐ですね、黒石尾根ということで、尾根の方へね上がっていきたいと思います。実はこのね多度山なんですけども、まあ、山域にですね、送電線のね鉄塔が要所要所立っていまして、まあ、ちょっとね大自然とねその人工物、まあ、巨大な人工物というねこの組み合わせがねちょっと、まあ、ミスマッチになってるような
印象を受けるんですよね。まあ、そういった意味ではちょっと眺望的にね少し残念なところがありまして、まあ、登山にね関して言えば、まあ、つなぎのね足慣らしという意味で、まあ、ロングトレイルの、ルートがあるので、まあ、そういったところで、足慣らしとして使うっていう考え方ですかね。まあ、あとまあ、もちろん4月であれば犬なしみたいなものをね観察することもできますし、まあ、それ以外では、まあ、多度峡のね、八坪渓谷、まあ、こちらのね渓谷美がねとっても素晴らしいので、まあ、こういったところで、山飯ならぬね沢飯みたいなね、ことを楽しまれてもいいんじゃないでしょうかね。黒石尾根を歩いてきました。黒石に到着しましたね。標高327メートル、三角点がありますのでタッチと。眺望はご覧の通りありませんね。瀬音の森コースの合流地点にやってきました。これ左の方に降りていくとね瀬音の森コースになりますね。直進して養老山脈の、縦走コースの方へ向かっていきたいと思います。ここまでマウンテンバイクでね登ってこられている方もいらっしゃいますね。まあ、帰りはねダウンヒルを楽しまれるんでしょうかね。このままね、左の方へ向かってですね美濃松山方面へ向かっていきたいと思います。いやいやいや、こっちはね、多度山方面なんで、美濃松山方面にね戻らないといけないですよ。はいはい、そうですそうです、こっちのね尾根筋を登っていきますよね。この辺りでねようやく、青空がね見え隠れし始めまして、少しねテンションが上がってきたので青空をね少し映しています。さらにね天気が回復していい感じのね青空が見えてきましたよ。そうこうしているうちにですね、巨大なね送電線の鉄塔が目の前に現れました。これね今送電線の鉄塔の真下なんですよね。ただねここで幸運の女神が微笑みましたよ。風がね若干強くてね天気がね回復したので久しぶりにねタイムラプスを撮影してみました。松山山頂到着しました。標高612メートルですね。ただね残念ながらねここネットが張られてて眺望がねいまいちなんですよ。場所的にはねすごくいいと思うんですよね。ただこのネットが邪魔でね眺望がいまいちなんですよね。残念でした。それではね、山飯はねもう多度山付近でね食べようと思いまして、多度山はね標高402メートルなので標高差まあ200メートルぐらいなんで一気にね下っていきたいと思います。しばらくするとねまた鉄塔がありました。これはねちょっとやっぱり、
参考中にねこういう人工物が現れるとちょっとねがっかりですよね。こちらの施設はねボロボロで廃墟に見えますが、まだね利用されてるんでしょうかね。もうあとはねこの目の前の階段をね登っていけば立山山頂です。立山山頂に到着しました。多くのね観光客の方で賑わってますね。まあ標高ね402メートルとは言ってもね木曽三川が、海にね注ぎ込む、眺望がね得られてねとっても素晴らしいですよね。はい、登頂しましたので三角点タッチ。今回の山飯は和風高菜パスタを作りました。またね別動画でお届けいたします。見客コースを下ってくるとですね愛宕社跡展望所というね分岐がありましたのでせっかくなんでね覗いてみましょうかね。若干展望が開けているような感じで、ベンチがありますね。あ、ベンチの上に何かありますよ。なんだこの卵。あ、なんかまだありますよ。ブランコがある。アルプスの少女ハイジが乗りそうなブランコがあります。これに乗って楽しんでる子供がいるんでしょうかね。一応、しっかりと枝にね固定されてはいますけど安全性は定かじゃありません。試しにね乗ってみようかなと思ったんですけどちょっとね、乗りづらかったのでやめときました。さあもうあとはね階段を一気に下っていくだけですね。はい、一気に下ってきました。もうねすっかり青空でもう朝のね雨はなだったんだっていう感じですね。多度大社まではこの舗装路をね道なりに歩いていきます。はい、いかがだったでしょうか。急遽ね目的地をね変更して多度山に来たわけなんですけども、本当にね多度峡もう本当に水すごく綺麗でねすごく素晴らしいね、渓谷美をね満喫することができましたし、またね貴重なね犬なしを観察することもできてね本当に素晴らしい参考になったんじゃないかと思います。まあ、ぜひね、初心者の方でもね楽しめる場所になっておりますので、訪れてみてはいかがでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。